大阪の象徴といえば誰もが思い浮かぶのはこちらの太陽の塔ですよね。1970年に開催された日本万国博覧会のテーマ館の一部として制作された作品で、作者はおなじみ岡本太郎。今年生誕110周年を迎えました。実は吹田市には太陽の塔を含め3つの岡本太郎の作品が残っています。え、3つもあるね。というわけで今回は吹田市に残る岡本太郎作品をめぐり、その情熱を感じたいと思います。今回は私梅山茜が岡本太郎さんの作品3つをご紹介したいと思います。お願いします。まずはやっぱりこちら太陽の塔。実は私この万博記念公園に入場したの今日が初めてなんです。やっぱり迫力ありますよね。というわけで、あまり詳しくない梅山さんのために吹田市立博物館の学芸員である早乙女さんに来てもらいました。早乙女さんはもちろん何回か、もう何度も数えきれないほど来てます。数えきれないほど、はい、でこれ高さが70メートルあるんですね。でなんと腕の長さだけで25メートルもあるんです。ご存知の方もいるかもしれないですけども、大阪万博の時のテーマっていうのが人類の進歩と調和っていうものですよね。それをもとにこんなに大きな芸術作品が生まれたというわけなんですね。そうですね。1970年の日本万国博覧会のテーマ館の一部として制作された太陽の塔、大阪万博閉幕後永久保存となり、昨年には国の登録有形文化財になりました。すごいデザインやね、本当に。見てみるとなんか顔らしきものが見えますよね。ありますね、はい、太陽の塔には顔が全部でいくつあると思いますか？いくつ？今見えている限りで言いますと、まず上の顔、そして真ん中の顔、2つですよね。であと聞いた話によると、どうやら裏にも顔があるということで、合計で3つですよね。いい答えですよ。ブッブーブッブーですか？正解は4つなんです。4つですか？はい、まず見えてる顔から言いますと、一番上の金色のあれ黄金の顔って言いますけど、あれは未来を表す顔だっていうふうに言われてますね。で真ん中と言いましょうか、ちょっと下の方にあるあれが現在の、を表す太陽の顔っていうふうな名前の顔です。はい、そして本当に裏にも顔があるのか確かめに行くと、知らん人もおるやろからね。これが3つ目これですね、はい、これが背中の方にある黒い太陽っていうもので、はい、過去を表してる太陽なんですね。あ、そっか、さっき未来と現在で後ろ側が過去、はい、過去、現在、未来を表現した3つの顔。岡本太郎は人間の体、精神のうちにはいつまでも人類の過去、現在、未来が一体になって輪廻していると考えていたからだそうです。で、これが3つですよね。そうですね。でも4つあるんですよね。あるんです。おー、行け、掘り下げろ。4つ目の顔は塔の中にあります。行くの？いいな。ここは2018年までは非公開でしたが、耐震補強工事が完了し、今では一般公開されています。見えてきましたよ。え、あれですか？これですね、はい、これが4つ目の顔。はい、これはですね、第4の顔、地底の太陽ですね。4つ目の顔は地底の太陽。実は万博当時のものは行方不明となり、新たに作られたものなんです。ほんまどこにあんねやろね、マジで。周囲には仮面や心臓が配置され、根源の世界を表現しています。根源の世界。しかし太陽の塔の中はこれだけではありません。奥に進むと、はい、あ、すごい。すごいよな、デザインすべて。ずっとこう、もう木になってるんですね。生命の木っていう風に名付けられたものですね。結構な高
差ありますよね。そうですね、昔の生き物からだんだんと哺乳類になっていくっていうものなんですけども、この生命の木は下にはアメーバやクラゲなど原生類時代の生き物がいて、上に上がるにつれ進化していく作りになっています。岡本太郎は根源から未来に向かって吹き上げる生命のエネルギーを表現しています。すごいな。上に行くにつれて進化しているんですよね。一番上に行くと何があるんですか？それはじゃあせっかくなので、はい、田村さんクイズにしますか？あ、いいですね、はい、ではここで問題です、はい、この生命の木は上に行くにつれて進化しています。では一番上には何があるでしょうか？なんだと？さあ田村さんにクイズが出ました、はい、太陽の塔内部にある生命の木、その一番上にあるものとはズバリ何でしょう、はい、僕もちろん中入ったことあるんですけど、一番上まで行ってないんですよ。登ってないんですね、仕事の関係で、なんで一番上見てないんですけど、まあ、予想するにやっぱ言うてもスイタにあるものなんで、スイタの象徴的なんで、まあ、あの時代にその未来を、ね、あれしたわけですから、うん、僕の銅像があるって田村さんが上に君臨していると、はい、果たして答えは何でしょうか？では早乙女さん正解をお願いします。はい、正解はクロマニヨン人です。はい、そうですね。何かこう持ってる、当たらずとも遠からずね、じゃあ、まあ、いわゆる現代人ではなくて、ね、なんでクロマニヨン人なんですかね。まあ、もしかしたら岡本太郎がこう70年の万博の時にこの太陽の塔のお客さんのことを展示物っていうふうに見なしたのかもしれないですよね。皆さん見に来てくれてる人が、はい、もう展示物だと、はい、かっこいいですね見解ね岡本太郎さんじゃないのになんで照れてるんですか続いて岡本太郎作品2つ目の場所へ。2つ目がこの辺にあるんですか？あちらです。あれですか？もう絶対あれって分かりますよね。そうですね、リオちゃんっていう名前なんですけども。リオちゃん、はい、かわいらしい名前ですね。地下鉄御堂筋線江坂駅から徒歩1分の場所にある豊津公園、ここに2つ目の岡本太郎作品リオちゃんがあります。このかわいい名前、理由があるんです。リオちゃんっていうのは愛称なんですけれども、もともとダスキンさんが江坂カーニバルプラザというシーフードのレストランを経営していまして、でそれが1983年にできたんですけれども、でその時の社長さんがですね、カーニバルといえば、リオデジャネイロで、リオデジャネイロといえば、灼熱の太陽で、太陽といえば太陽の塔の岡本太郎っていうようなことで岡本太郎さんに看板とか制作を依頼したっていう、そういうことなんです。ナイス、ほんまナイス。連想ゲームのように岡本太郎に看板を依頼するなんて驚きですね。いや、素晴らしい。そのおかげでこれがあるんですからね。カーニバルプラザ、はい、江坂とカーニバルって関係ないですよね。そうですね、それはですね、あ、ちょっと待ってくださいこれもしかしたら問題にできるんじゃないですか？あ、そうですね。ということで、ここで田村さん問題です。なぜ江坂とは関係のないカーニバルという名前がついたんでしょうか？さて田村さんに第2問です。はい、かつて江坂にあったカーニバルプラザ、はいはい、その名前の由来は何でしょうということなんですが、田村さんはカーニバルプラザは行ったことはありますか？もうカーニバルプラザ、行ったことはね、あんのかな、分かんないですけど、ちょっと遠いんです、僕の住んだとこからは、だから行った記憶はないんですけど、まあ、カーニバルプラザというのはもう名前は聞きなじみがあるので、うんうん、それに疑問を抱いたことがないよ。え？リオちゃんは見たことありますか？リオちゃんはあります、はい、リオちゃんはこの番組でも行かせてもらったんで、はい、そう、さっきみたいな連想ゲーム的なことじゃないんかな。飲食店ですよね、はい、だからカニを食べるバルやったじゃないですか。はい、カニを食べるバルでカーニバル。おお、それでは正解はダジャレから来てるっていうのはどうですか？改めて正解を早乙女さんお願いします。
はい、正解は、シーフードレストランで出していた、メニューの、あのメインのものがカニだったということで、カニイバルというところからカーニバルになったというエピソードもあるそうです。なるほど、このカニがイバってカーニバル、はい、ダジャレですよね。そうですね正解はシーフードのメイン料理がカニだったので、カニイバルからつけたそうです。後付けちゃうそんな由来のリオちゃん、実は発注したダスキンの本社が目の前にあるんです。そうなんや、2007年にお店を閉じまして、で博物館の方でですねいただいたんですけども、はい、まあ、博物館の方にあるよりももともとあった江坂で、なおかつダスキンさんのところにもある岡本太郎作品と一体的に市民の憩いの場にしたいということで、こちらにまた再移転をしたんですね。なるほど。というわけで3つ目の岡本太郎作品はダスキン本社にあるそうです。ロケも巡りやすくていいやん。こちらですか。そうですね、これ見つめ合う愛という作品ですね。こんな大きいですよね。これ縦8メートル横 4.5 メートルっていう大きな、まあ、壁画ですね。リオちゃんからのつながりで1990年のダスキン本社ビルの竣工に合わせ制作された陶壁画。すげえ。880ピースもの陶板からできていて、それは太陽の塔の黒い太陽でも取り入れていた信楽焼です。なるほど。岡本太郎は信楽焼を気に入っていたんですね。初めて見たんですけど、はい、なんかこう2つの新しい生命が誕生した瞬間に私は見えたんですけどすごいですね。インスピレーション湧いてるよすごいな、初めて見てそんな感想ってすごいですね。なんかそんな風に思いました。そうですね、これはですね、人や地域をしっかり見て、ダスキンさんとしてもしっかり地域の人たちから見てもらえる存在、地域社会と共に歩んでいきたいっていう、そういう願いが込められているそうです。なるほど。じゃあもう私たちもいつでも岡本太郎さんに見守られているような感じなんですね。そうですね。この見つめ合う愛はダスキン本社ビルの2階公開空地にあり、朝5時から夜11時まで誰でも見ることができます。いいね、見て11時まで見れるの。さて、吹田市にある岡本太郎作品いかがだったでしょうか。生誕110周年にあたる今年、作品巡りはいかがですか。皆さん見ていただいて、ね、それぞれのメッセージを受け取ってもらえればいいのかなというふうに思います。はいはい、ぜひ田村さんも見に来てください。行きたい。知らんかった。面白い。すごい、吹田市内にこんなに芸術作品が。ねえ、ダスキンの本社の中にもあるんですね。あれ知らなかった。本社の外じゃないかな。外というか、まあまあビルの中に、うん、はい、すごいですね、うん、見つめ合う愛、はい、見に行きたいわ、ほんまに。で、問題2問とも、ほんまや、正解やん。正解、2問とも正解ですよね。正解でいいですか。で、いいんじゃないでしょうかでもクロマニオン人が上にいましたね。クロマニオン人の方が正解近いですよねむしろ、はい、いやでもこの普段生活している中に岡本太郎作品があるっていうのを知らなかった人も多いんじゃないですか。いや、多いと思いますよ、はい、ね、もちろん太陽等は知ってても、リオちゃんにしてもダスキンの本社も知らなかったので、僕は知らない人も多いと思いますし、まさかのダジャレから来てるっていうのもね、あれはほんまにほぼ正解でしたね、ほんまに。すごかったですね、カニから来ていたと、ね、まあ、そうかった、まあ、でも前のロケの時に聞いてるのが普通残ってたんかなあ、じゃあちゃんと覚えてるっていうことですよね、記憶の中に。覚えてないけど皆さんはね、どうでしょう、分かったでしょうか、この問題 ね、ぜひと皆さん3箇所巡ってくださいね、はい、ただ太陽の塔なんですが、はい、入館は事前予約制に予約得るんですよね、はい、なっているということですので、はい、公式ホームページで予約をしてください、うん、はい、以上特集でした。